政府は集団的自衛権の行使容認について衆議院憲法審査会で憲法学者の3人が違憲と批判したことに対して合憲と反論する見解を示しました。根拠として過去に国の存立を全うするために必要な自衛の措置を認めた砂川事件判決を根拠にする考えを示しました。この合憲か違憲か今ね、いろんな議論が戦われている中で、よく出てくるこの砂川事件、砂川裁判、さっきのニュースの中でも出てきていましたけれどもね、これが一体何なのかというところ。これをまあ拠り所にして、だからということになってるわけですからね、はい、今の話はね。そもそもこの、いろんなこう、言い合いというかね、はい、議論の中で、この砂川事件っていうのが出てきたのは、2014年の、去年ですね、3月に、小村さんが、砂川事件でも集団的自衛権を否定していないということを発言したところが、から、まあ始まったとも言ってもいいのかな、この、場合にはね。要するに、小村さんは、砂川事件、砂川裁判、最高裁の判決です、これ。で、だから、司法が、その集団的自衛権を認めてると、この砂川事件、砂川裁判でと言ったところから始まってます。で、その後、安倍さんも G7 サミット後に記者会見で砂川判決を挙げて、憲法解釈の基本的理念は全く変わっていない、最高裁判決に沿ったものであることは明確だというふうに安倍さんも追随してます。さあ、その、じゃあ砂川判決ってどういうものなのかと。政府の今、よりどころになってますね。はい。これが元にあるから正しいんですよ、とまあいうことですが、どんな事件でございましょう。はい、裁判になるってことは事件があるってことで、この事件、1957年に、アメリカ軍立川基地、これが砂川町にあるので、砂川事件、砂川判決って言うんですけど、この1957年、この頃ね、このアメリカ軍の立川基地をちょっともっと広げようということで、その測量をしてたんです。で、当然その広げてくれるなという、周囲のいろんな反発、運動もありまして、そこでまあ。当時はね、アメリカの、そういう基地とかなんか反対運動ってやっぱり国民運動、市民運動的にたくさんありましたし、はい。はい。その反対デモというものが一方で繰り広げられていました。そこでまあ小競り合いみたいなものがあったわけですけど、その測量の時にわーっとぶつかって、デモ隊の一部がアメリカ軍基地の立ち入り禁止の柵を超えて基地内に数メートル入っちゃって、逮捕起訴されたと。うん、7人が逮捕起訴されたという、それが砂川事件です。で、裁判になりました。で、被告人となった7人は、いや、そもそも日米安保条約とそれに基づくアメリカ軍の駐留っていうのが憲法全文それから9条に違反する憲法違反、そもそもこれがおかしいやないかと主張して、これが大きな憲法の訴訟という色合いになったわけです。はい、まあ、砂川事件とも呼ばれまして、その後の安保闘争とか、全教頭運動なんかの学生運動の原点ともなった事件。うん、この裁判の判決が砂川判決と言われています。うんはい、さあ、この裁判、一体どういう判決が下されたんでしょうか。はい、一審の東京地裁判決では、アメリカ軍の駐留を許したのは、指揮権がどこにあるか、まあアメリカか日本かですね、うん、実際に出動があるかないかに関わらず、日本国憲法第9条によって禁止されている戦力の保持に当たる。つまり、違憲、憲法違反であると。一審では違憲と言った。はい。被告7人の被告は全面無罪となりました。一審です。はい、今のは。で、その後、これね、第二審を飛ばして最高裁判所に跳躍状、一個飛んで、最高裁判所、二審飛ばして、いきなりも次、最高裁判所に跳躍上告されました。これなんでかなって思ったんで、後で出てきます。うん、はい。とりあえず最高裁判決に、もう一足飛びに飛びました。で、最高裁判決が出ました。うん、最高裁判決では、憲法は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しない。うん、9条が禁止する戦力というのは、うん、日本国が指揮管理できる戦力。これを9条は否定しているのであって、うん、外国の軍隊は戦力に当たらない。つまりアメリカの駐留、アメリカのっていうのは、基地っていうのは、これは憲法違反ではない。戦力じゃないからと。うん、日本が戦力持ったわけじゃないっていう。そう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 。で、また日米安保条約のように高度な政治性を持つ条約については、一見
見して極めて明白に違憲である、無効であると認めない限り、もう誰が見てもわかるっていうようなものでない限り、うん、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない。つまり、こういった高度な、誠実性を持つ条約に関しては、裁判所が、合憲か違憲か判断するようなものじゃないよんって言って、ちょっと逃げちゃいましたね。合憲とも違憲とも言わない。はい、というふうに言って、地裁に差し戻したんだ。はい。というのが、砂川判決。で、最終的に差し戻された東京地裁は、もう一回審理を行って、罰金2000円という有罪判決、有罪になりました。ひっくり返ったわけですね、結局ね。2000円かって思いますけど、この年の大学卒業の銀行員の初任給は12,700円ですから、結構な額ではありますけど、13,800円歌もありましたからね、当時ね。はい。刑が確定したということで。これが砂川判決。その後、どうなったかっていうと、この立川基地は横田市に移転したので、立川基地の拡張云々みたいなものはちょっとこう、なし崩しになっちゃって、立ち退きになっちゃったんですけれどもね。はい。で、この判決の中の、さっき言った最高裁判決。憲法は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しない。この部分を取って、だから、固有の自衛権っていうのは持っててもいいんだよ。集団的自衛権っていうのは合憲なんだよというのが、高村さんの言ってた、筋道ということ、政府の見解ということになるわけです。でもちょっと今の流れを聞いて、あれって思いませんか？まず二審が飛ばしました。それね。一番気になるところです。ここね、後で出てきますけどね。はいはい、今の流れで言ったように、砂川裁判というのは、そもそも集団的自衛権の問題が争われた判断ではないんです。アメリカ軍の、さっき言ってた判決も、何のことを言ってたかっていうと、アメリカ軍の駐留が憲法違反かどうなのかって、戦力なのか、自国の戦力なのかどうなのかっていうところで、そうじゃないと言っただけであって、集団的自衛権云々っていうところまでの解釈ではないです。言ったのではない、というふうに、今の流れでいくと思うんですけど、違うのかなと。ただ、やっぱりそういうふうに言ってる、今反発が、ちょっとおかしいんじゃない？砂川事件を出してくるのっていう反論の多くはこの辺のところをみんな突っ込んでるわけですね。砂川事件というのは、だから集団的自衛権ではなくて、日本の持つ個別的自衛権のことを、で、いろいろと言ってるんだという主張でしょ、反論としては。では、ここでもう一度、その個別的自衛権と集団的自衛権、これを整理してみましょう。個別的自衛権というのはどういうものか。国連憲章で加盟国に認められている自衛権の一つです。自分の国に他国から武力攻撃を受けたときに、自分の国を守るためであったなら攻撃してもいいよという国際法上の権利、専守防衛というふうによく言います。これが個別的自衛権。で、今問われている集団的自衛権。これは他の国が武力攻撃を受けた場合に、日本の場合、例えばアメリカとかそういうところですね。直接攻撃を受けてない第三国が、日本に当たりません、ね、今の例でいくと。協力して、共同で防衛を行うという国際法上の権利です。これは国際法的には認められています。これは、防衛のためであると、ね。国連でも認めてるとか言ってますね。はい。集団的自衛権は、だから国連憲章ではこの加盟国すべてに、これが認められているので、日本もこれは認められています。やってもいいよって。だけど、日本は日本国憲法というものの中で、それがある程度ある程度なのか全面的になのか今問われてますけど、規制されてますので、権利はあるものの、これまでは使えません。日本国憲法はそれ認めてませんので、国際法上認められてても日本ではやりませんよということになってます。ちょうどあれですね、僕らバイク好きですから、ちょっとこういう例には出したくないんですけども、16歳でバイク乗れるんですよ。免許も取れるんですけども、入った高校がバイク禁止だぞって言ったらなかなか乗れませんよね。あれとようなんか似てるような気がしますね。そうですね。そういう感じだと思います。
で、砂川判決に対してのこれまでの日本の解釈というのは、これはその、さっきも言った個別的な自衛権を認めたもので、集団的自衛権は問題になってないというのが今までの一般的に、まあ、みんながそうやって思ってたんです。で、政府は今って言ってますけど、これまでの政府もそれはそうですよと言ってきた経緯があるんですね。うん、で、それが、この去年、2014年を機会に、今回のいろんなその憲法の解釈でどうするとかいう話になってきたときにかなり変更し、変わってきてると。いうこと、新三要件っていうのが政府から出されましたよね。うん、この三つの新しい要件を満たすならば、それは OK なんですよっていう見解です。うん。三つっていうのは、我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃されたことで、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、権利が根底から覆される明白な危険があるとき。それから二つ目、国民を守るために他に適当な手段がないとき。で、三つ目、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。これを満たせば、自衛のための措置として、憲法上許容される。この三つが揃った時には、憲法上許容されるよという新しい三要件というのをこう出してきて、これがどうなんだということが今問われている、うん。次のホルムズ海峡もこれに当てはめてよう説明されますよね、はい。あそこが止まってしまったら日本の経済もガタガタになりますよということで、嫌いの総会作業というのは、日本の国の安全を守るためなんだということをよく言われますよね。で、こうやって、新案三要件、ちょっとまあ、許される範囲が広まりますよっていうのの、なんでかっていう政府としては、これまでのいろんな環境が安全保障にする環境っていうのが随分変わってきたので、それに合わせてこういうふうに変えていかなきゃいけない部分もあると。だけど、それはちゃんと、憲法に即した段階でやってます。それが根拠が砂川事件ですと。いうふうに言ってるんですね。これをね、根拠にしてね、政府がやっていこうとするんであるならばですね、さっき言った砂川事件のね、本質っていうのを考えることもそうでしょうし、それから、これこの間のね、アメリカから出てきた密約文書ではっきり分かったんですけども、一審が違憲というふうにして、まあ、もっと言うならば、アメリカの基地があることとか、日米安全保障条約とか、そういったものも含めて、あれは違憲と、いうことで判決第一審出たときに60年安保がもう迫ってきておるわけです。で、最高裁出たのが59年のことです。うん、1年前にこれは何としてでも60年を迎えるためにはですね、合憲で迎えないとダメなんですよね。うん、出ないともう60年、あれでももう大変な国会周辺なんかもう、すごい勢いのデモ隊があったわけですから、とにかく、あそこをどうしても合憲という風な判断が欲しかったというアメリカの圧力が加わったことは、この密談の文書でちゃんともう分かってることなんですね。そうそう。日本の司法、三権分離の司法がですね、僕はこれ完全に犯された瞬間だと思うんですよ。そうそう、そのね、はい、さんが今言ってたその密約文書が出てきたって、これ2008年にアメリカが公開して、2009年に日本にもちょっと公開しろって言ったら日本もね、なくなりましたって言って、公開しなかったって密約があった。はい、その内容、さっき言ってた、はい、砂川裁判の二審飛ばしっていうのがあったでしょ、はいはい、これはこの密約の中で、マッカーサーが当時、はい、藤山外務大臣と会って、この裁判ね、うん、構想、ちょっと飛ばして最高裁でやったら、みたいな。そうそう。60年安保が迫ってますからですよ。はい、二審やって、最高裁やってたら、はい、60年安保に間に合わへんわけですよ。そうそう。で、そこでまた、違憲と出たら、もう偉いことになります。それで圧力がガンガンかかったという日本の司法が犯された裁判です。それをもとにね、はい、こういうことがありましたから、こっからって進めていくこと自体がですね、はい、日本人としてどうやろうなって。日本の試験これ犯されてるような感じですよ。ちなみにね、これ一審から最高裁に飛ばしてやって最高裁でひっくり返されたでしょ、うん、で、その最高裁判長の、うん、その、こう密談してたっていうことも、この密約の中で、うん。そういうわけでしょ。なんかこう、だからちょっと怪しげな裁判ですよ。それをもとにね、はい、それをもとにずっと理論組み立てていかれると、うん、ちょっとなという日本人としてはですよ。しかもそれ、その話で話し合ってた裁判じゃないじゃないっていう反応もあるということなんですけど。だからな、この間うちから言ってることがどうもいろいろと、腑に落ちんことが随分ございます。許せん！
俺は絶対許さんぞ。可愛い俺の娘をどこの馬の骨ともわからん奴に。お父さん落ち着いて。あの子はただね、ゴルフスクールに二人でゴルフ割で入っただけなのよ。二人同時入校で一人分の料金でレッスン。ゴルフクラブ大樹短期スクールのみんなでゴルフ割。バイエルの除草剤バスタからお知らせです。この時期は反転前カメムシが活動し始めます。田んぼのあぜをバスタでしっかり除草してカメムシの住処をなくしましょう。ポノデル3週間前から4週間前の散布がおすすめです。バスタならあぜも崩しませんよ。笑顔も絶好調。笑顔も絶好調の東方プラザ歯科戦、最新機種を取り揃え、本日朝10時寝台入れ替え。本日朝10時寝台入れ替え。寝台入れ替えといえばやっぱり東方プラザ歯科戦。パチンコ&スロット東方プラザ歯科戦、明日は朝9時より寝台入れ替え。